沈めたり上へ持ち上げたりと軽い線になりますね。という繰り返しで緩急をつけながら書くと。行書ですね、行書の場合ってのは特にそうなんですが、行書は、筆を例えばこの屏風みたいなこの朝の部分ですね、ぐっと筆の腹の部分を使ったらスーッと今度筆の先を使ってまた腹を使ったりっていう、筆を沈めたり上へ、持ち上げたり、上へ持ち上げると筆の穂先がなって細い線になってきます。でも力が垂直に入ってますので細い線でも軽い線になりません。軽い線ってこういうなぜ書きみたいな感じ、こうじゃなくてぐっと筆が筆の、線の上に筆のこの垂直に立っていると細い線であってもぐっとこう張り詰めた線になりますね。まあ作みたいな時は側筆をさっと使って側筆にまた側筆を使ったりっていうような表現の仕方もありますが、基本的には直筆で、いつも線の上にその力が乗ってるって感じですね、で書くことを心がけた方がいいと思いますね。
行書のところでもちょっとお話ししたんですが、筆をぐっと紙に対して押さえつけたり上へ持ち上げたりして線に変化を持たせるという話をしたんですが、草書ももちろん同じことですね。でもう少し行書と違って画数が少なくなりますので、動きにぐっと乗った感じですね。リズムが ないとこう動きが単調な感じになりますね。こういう感じですね。これがリズムがないとどうしても単調にぐっと沈んだだけの、まあ、これ極端なんですが、ですので筆を立てて筆のぐーっと浮かしたり沈めたりして、まあ紙から離れちゃいけないんですが、という繰り返しで、緩急をつけながら書くと、そうすると締まりのあるこう形になってくるし、線質も変化が出てくるということだと思いますので、ね、そこら辺もちょっと考えながら書いていただきたいと思います。